鳴島しま自閉な島自,兵島自兵昭和15年6月12日は日本の政治家、甲府市長。海の国駒郡、下城南割村に血の直お市の次男として生まれる。明治20年4月に鳴島しま新潤の養子となる。東京薬学学校に学び薬剤師となり、先代の異業である薬首商、木綿屋を甲府市西基町で営み、明治35年以降、 甲府市学務委員、水道調査委員、市区改正調査委員などを務めている。明治42年には、甲府商業会議所議員に当選し、大正6年4月18日から同10年5月21日まで、同会議所副会頭を歴任し、明治43年1月16日から6月1日まで、第10人口監査役を務めている。 1912年3月27日から4月4日には、皇太子、吉人親王の山梨県行刑が行われている。吉人親王は、日程2日目の3月28日に立つ丘、村において、演習を視察し、同村の高森山を訪れた。吉人親王は、爺の土屋岩穂が高森山所有者の血の毛と縁石に、あることを知り、土屋に時間を与えて、 千野家を訪れさせた。土屋は千野家において奈留島が皇太子行刑に際して和歌を読んでいたことを知り、吉人新郎に伝えると新郎は奈留島について尋ねたという。高森山には同年4月28日に奈留島の線による大正天皇中が記念碑が建てられている。 大正15年6月の市政改正により、市長が市会の選挙によって決定されることとなり、昭和2年10月8日の交付市会において、満場一致で市長に選ばれ、昭和2年10月8日から昭和6年8月まで、第14代交付市長を務めている。ありがとうございます。